今日はリアウェイチャンネルの時間です。今日はバイスリーポップアップ開催します。宮丸師匠も今日はリアルソシエラだよ。もうこの頃にはもう決まってるんですよ、チャンネルが。ちなみにチャンネルは枝ですよ。宮丸勇気の枝というチャンネルです。でもそんな方がいいと思うんですよ。わかりやすい。バイスリーの、ポップアップを、Vlog として流します。あ、はい、でね、もう早速ね、あの汁吸いに来た、ね、ここの汁を吸いに来た、あなたじゃないですか。汁なんよ。俺じゃない、俺を見る。汁女優。はい、汁吸っとる人来て。ポップインフルエンサー。ちょっと待って、男前なこと言わせていい。2つとも似合うね。まあ今金持ってるけど、これちょっとトップインフルエンサーですから、ね、あの子金持ってるんでね、今ひどい、本当に。今はこっちに入ってて、広島はもともと家なんですけど、こっちは家最高です。めちゃくちゃ嬉しいです。夏は夏が2年間こうじゃない。砂漠です。バイスリーの専属モデル、お願いしていいですか。お名前は千葉優です。千葉優さん、挨拶しちゃっていいですか。いいです。これ乗りますよ。はい、ぜひお願いします。チャンネルに。皆さんこんにちは、アイラブゆうゆうです。こっち来てこようと思ったんですけど、最初こっち来ちゃおうと思ったんですけど、やっぱ新作。おい、これどうやって編集しよう。いや難しい、この子。アキノリの友達？あ、そうです。あ、アキノリの彼女？勘違いも勘違いも全然違います。そうです。あ、アキノリの彼女ね。違う、ちょっとやばい店長さんいるんだけど。やばい、来た。なんでです、全然やばくない。インフルエンサーさんじゃないですよね、もう。違います、そこら辺の人です。ごやってたから、次寄ってみようかなと思ったら、まさかの泉さんたちと宮丸さんがいるっていう。い
大ちゃんです。絶対やめてよ。絶対やめてよ。絶対やめてよ。何してるの今。今はやるやつは六本木のラウンジじゃない。最後もこういう風ないろんな方来ていただいたんですけど、もう本当感謝でしかないんで、これからもリゼムとかバイスリーとか、まあ僕らもそうなんですけど、よろしくお願いします。じゃあもうまた会える日を楽しみにしてますんで、もう次のイベントもぜひ来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。無事終わりました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。やってよかったですね、はい、今回もありがとうございます。楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。家です。今はさっきタカの思い背負った俺はもう確定は7月16日と8月25日は次のイベントありますんで、はい、よっしゃ。さあ全国ツアーです。どこですっけ。大阪と平日です。おお、北海道と、はい、仙台、沖縄、沖縄、全国から福岡、高島、広島、知っとるやん、知っとるやん。いいや、まこしゃダメだよ。あやめろやめろ。ということで、はい、今年は全国回って頑張っていきましょう。はい、はいはい、なんで今日はありがとうございました。ありがとうございました。社員乱用です。宮原さんに多分オールウェイの信頼度が多分高いんで。え、マジでよ、商売ならんやん、そんな。いや、商売じゃなくていいっすよ。まだこの服の提案はいい。建物とかやめてくれ。マジで死んでまう。